辻口博信は日本のパティシエ、ショコラティエ、石川県七尾市出身。血液型は A 型。1967年、石川県七尾市の若子屋、ベニヤの長男として生まれる。もともとアジッカを継ぐつもりだったが、小学3年の時に招かれた友人の誕生日会で生まれて初めてショートケーキを食べ、その美味しさに感動し、 洋菓子職人を志すようになった。石川県立の鹿島高等学校卒業後、東京都内のフランス菓子店に住み込みで修行。1990年、史上最年少の23歳で全国洋菓子技術コンクール優勝。その後、多くの国内大会で優勝し、コンクール嵐と呼ばれる。1994年、フランスのコンクールシャルルプルーストで銀賞。 1997年、パティシエのワールドカップと呼ばれる、クープド・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーのアメ・サイク部門で優勝。フランスのセット市にある MOF の称号を持つよう、菓子店、パティスリー・ベルタンで修行を重ねる。1998年3月、東京、自由が丘に、モンサン・クレールをオープンし、シェフ・パティシエに、2001年には、オーナー・パティシエになる。 1999年2月12日放送のフジテレビ料理の鉄人に出演。イタリアンの鉄人、神戸克彦をバナナ対決で破り、パティシエとして初めて勝利した。その後、ロールケーキ専門店、コンフィチュール専門店などを次々に開店。2000年、ガストロミックの会モンタニエよりシュバリエを受賞。料理オリンピックのイタリア代表として、 ドイツに招かれた。これにより、イタリア鉄人協会会員となる。2004年、二子玉川の百貨店内に、和楽ベニヤアオープンし実家のベニヤアの再建が叶う。2006年、石川県の和倉温泉で、辻口博信美術館、ルミューゼ・ドゥアッシュを開館した。2008年に、スイーツとライフスタイルをテーマとした、ウェブマガジン、スーパースイーツを、発起人としてスタートさせた。 9月20日、石川県金沢市の石川県立美術館内に、ルミューゼ・ドアッシュ金沢をオープン。2009年6月、菓子作りをインターネットで学べる、スーパースウィーツスクールを開校。2011年8月、ベトナムの農薬無産プの茶畑にて収穫された、こだわりのお茶、天空の辻口さえムの商品販売をスタート。10月、 スーパースイーツスクール自由が丘校開校。2012年4月、石川県にスーパースイーツ製菓専門学校開校。学校長に就任。2013年、石川県高輪房スーパースイーツ製菓専門学校の別科アトリオ開校。アトレイ品川に豆スイーツ専門店フィブオープン。CCC のショコラ品評会で最高位5タブレットを受賞。 長崎県佐世保市にアトリエアッシュオープン。2014年 H ショコラサプリメント販売開始。東京都アザブ1十番にワラクベニア,アザブ1十番本店オープン。渋谷光エシンクスにワラクベニアオープン。石川県金沢市にルミューゼドアッシュ百番街店をオープン。東京都立川市にワラクベニアルミネ立川店、ケーブルミネ立川店をオープン。石川県金沢市に ルミューゼ・ドゥアッシュ・エム・ザ・オープン。韓国・ソウル市に、モンサン・クレール・ソウル・オープン。CCC のショコラ品評会で最高位、5タブレットを受賞。2015年、糖質コントロールチョコレート、ショコラユニバース販売開始。東京・銀座に、ル・ショコラ・ドゥアッシュ・銀座本店をオープン。インターナショナル・チョコレート・アワーズ世界大会にて、チョコレートバー部門へ初出品。 5作品で、金賞、銀賞を受賞。CCC のショコラ品評会で最高位、ゴールドタブレットを受賞。JR 名古屋駅、名古屋うまいもん通りにチーズタルト専門店、クウィートをオープン。2016年、インターナショナルチョコレートアワーズアメリカアジア、太平洋大会では、チョコレートバー部門にエントリーし、7作品が、金賞、銀賞、銅賞を受賞。 CCC のショコラ品評会で最高位のゴールドタブレットを受賞。2017年、インターナショナルチョコレートアワーズ2017のチョコレートバー部門にエントリーし、11アイテムが金賞、銀賞、銅賞を受賞。CCC のショコラ品評会で最高位のゴールドタブレットとアワードデールエクセレンスを受賞。2018年、 CCC のショコラ品評会で最高位のゴールドタブレットを受賞。2019年1月には辻口博信の素材探しから新作完成までに密着した日本初のショコラドキュメンタリー映画 LE ショコラで H が公開。第67回サン・セバスティアン国際映画祭、第8回ロングビーチ国際映画祭、リフト・オフフィルムフェスティバル、 第45回シアトル国際映画祭にて、正式上映された。2019年、サロン DU ショコラ25周年記念、クラブでクローカーズでショコラが出会った、最高のショコラティエベスト・オブ・ベスト・アワードを受賞。ありがとうございます。